2018年のトレンドに関してはやはりすごいファッションにとても絡んでくる部分があるので、まずファッションに関して言うと大きく分けて2つトレンドがあって、1つはジャケットスタイルっていうのがすごいこう流行っているっていうのがあります。あとはですね、一方でもう一つちょっとスポーティーな感じとかちょっとこうフェミニンな感じっていうのもすごい流行っているので、まあファッションに関して言うとそこが今のトレンドではあります。まあそういったところに向けてメイクアップはどういう部分が今度トレンドになってくるかっていうと、やっぱりすごいナチュラルなヌードスキン、あとはアイブロウでいうと少し意思があるちょっとこうカーブですね、今までストレートだったトレンドがちょっとずつそのエッジが効いた部分のストレートの眉毛じゃなくなってきているっていうところで、リップと目アイシャドウこうどちらかにポイントを置いてあげて、まあ、その中で、チークは少しこう薄く引いてあげるっていうのがメイクの、トレンドになってくるかなと思うので、やはりトータルの、ファッショントレンドっていう形でメイクは見てあげるといいかなと思います。今回の2018年の SS コレクションはソングオブアセンダンスっていうコンセプトの名前があって、まあ思いとしてはちょうど2018年になって、まあ、新しいことをどんどんこうトライする、新しいことに向かっていろんなことをこうイメージされると思うんですけども、その中にこう寄り添っていられるような、まあ、アイテムであってほしいっていう思いと、あとはちょうど再来年3が10周年を迎えるので、まあ、その10周年に向けて3の内側の人全体によりこうどんどん上昇していこうとか上がっていくっていう思いを込めて作っているので、まあ、そのソングオブアセンダースっていうのが、まあ、意味として上昇とか、まあ、上がっていこうっていう意味があるので、まあ、そういった思いが込められた2018年のコレクションになってますね。今回のコレクションの特徴に関して言うと、一応アイシャドウとあとはチークとリップが出ていて、まあ、どれも誰でも簡単にすぐ使えるようになっているアイテムなんですけども、その全てがテクスチャーがちょっとウェットな感じっていうんですかね、リキッドっぽい感じになっているのがまず一番の特徴ではあります。ただその中でも、一番こう3としてはご紹介したいのがリリカルリップブルームっていう新しいローマットっていうテクスチャーの仕上がりになるリップが非常にこうおすすめです。2色を、ね、使ってグラデーションしていきたいと思います。すごい簡単にもうこのまま直接つけてあげるのが一番簡単で綺麗ですね。このグラデーションを一緒にしていきたいときは何個かやり方があるんですけど、ちょっと洗練された感じの雰囲気にしていきたいと思います。まあ、今ちょっとこう流行りのパープル寄りというか青みがある色なんで、まあ、ちょっとこう洗練された感じにしていきます。少し口角って言って外側ですね、外側に濃い色をつけていきます。外側の口角、口の外側に濃い色をつけていきます。そしたらブラシなどで少しこの色を内側に向かって持ってきてあげますね。そうするとすごいこう品が出る洗練されたグラデーションが出来上がってきます。なのでちょっと2色使いっていうのもぜひこれはやってあげることができるリップなのでおすすめですね。なので2色使うとこんな感じのグラデーションが作れます。まあ、なので1色使いじゃなくってちょっと2色使いっていうので今はこれをやってみました。アイシャドウだこれつける前にちょっとベースで立体感を出していきます。やっぱり少し立体感があることでより目元の印象がぐっと変わってきますので、このブラウンの色にも少し赤みがあるものを使っていくと。でまぶたにまずつけてあげて、
はい、テクスチャーが粉じゃなくって少しこれもあのオイルベースになっていて、つけると粉になってくれるのですごいこう簡単に作れます。で、目の下も同じようにこう大体半分ぐらいつけて、色は黒じゃなくって少しカーキ系の色ですね。目の本当際全体につけて後ろのブラシでなじませる。で、ここでこれですね、先ほど言ったちょっとこう赤みがある感じの紫、このまぶたの真ん中にこうつけてあげるとウェットな感じになってくれるので、指で少しこの境目をなじませます。ポイントはあの目の際につけなくていいので、目の際じゃなくてまぶたにつける感じですね。で、チークに関してはすごい最後のフィニッシュってあんまりこう強くない方がいいので、このエピックミニダッシュ12番って使ってきますね。あの中にジェルとパウダーとオイルがすごい絶妙なバランスで配合されているので、すごい簡単に肌にこう馴染んでくれるんですね。で、最後の仕上げでちょっとこうツヤをですね出してあげる、このシュマレングロデオのハイライトですね。まあ、そうするとこう雰囲気がすごい気に出てくれると。で、ちょっとずつここが今マットになってきているので、もしよりこうそれを早くマットにしたかったら、ペーパーとかっていうのもあるよと。メイクこれで終わりですね。